1805大阪市交通局1801軽電車とは大阪市交通局が保有していた路面電車車両である。1949年から1950年にかけて32両が製造された。前述のように1949年9月から1950年3月にかけて広瀬車両で12両、日立製作所で10両、 若松車両で3両、近畿車両で5両、富士車両で2両の合計32両が製造された。1711.1751系の造備車として登場したため、側面及び前面窓配置は全く同じ D5D5D、緩いカーブを描いた前面に3枚窓、全長は13.7メートルという仕様に変化はなく、座席も板張りシートで、客用扉も変更はない。 台車及び制御機も1 7 1 1一7 5 1ガッタと同じであるが、主電動機は、端子電圧六百ボルト、時一時間定格出力三十七点五キロワットの規格系電動機である、s s 五十を二個搭載していたことが大きな変更点である。主電動機が変更されたことと、ある程度まとまった量数を作ることが予定されていたので、従来型の続版とはせず、 新形式の1801型とした。1801型は新造後、天皇寺、宮古島の両車庫に配属され、南北線、境筋線などの大阪市電を代表する幹線で活躍を開始した。中でも、当時の天皇寺車庫は、大阪市内のすべてのターミナル駅を経由する最重要幹線の4系統を筆頭に、乗客が集中する系統を担当していたことから、 1801型をはじめ1701.10015001型などの大阪市電を代表する大型車に旧新半開引き次の1401型が配属され全車大型車で揃えられていた。しかしながら1950年代に入ると乗客の伸びも落ち着きを見せ大型車を増備する必要性が薄らいできたことから1951年から 製造された2001型からは中型車を投入することとなった。そして1801系以降大阪市電に大型車が投入されなかったことから1801型が大阪市電最後の大型車となった。また1801型も1701系同様板張りのベンチシートにクッションとせずりをつけて戦前登場の 各形式と変わらないように整備されたほか、1956年には、打形式同様、完全二人乗務化により使わなくなった、後部扉を閉鎖して、側面窓配置も D5D6 となった。広島電鉄で750型として活躍する元1801、K769。大阪時代とは外見に変更点が多い。塗装は、大阪市に近い色を再現。 1965年頃から台車を1601系の廃車発生品である大阪市電系台車に履き替え、主電動機も同じ台車に搭載されていた端子電圧 600V 時1時間定格出力 45kW の SS-60 に換装されてパワーアップした。この台車振替改,改造を受けたことによって大阪市電廃止の過程では1801型は 大型車の必要な路線に最後まで残す車両となり、今里、春日出など、各車庫へ、天配属を繰り返した。また、1967年、1968年に、広島電鉄市内線に8両が譲渡されて、同社の750型となった。だが、本格的な廃車が始まったのは、試験祭末期の1968年からであり、 1969年2月の16、系統廃止に伴う春日出車庫の廃止に伴って6両が廃車されたが、残る14両は、試練最後の日まで運行を続けた。ありがとうございます。